眠れないのか。うん、クラウドも。足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな、ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。やっぱりおかしいと思ったんだ、クラウドがお花なんて。花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事に取っておいたんだけどな、その花もなくなっちゃった。お店も家も全部。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。マリン、行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね、
どうした？ううん、助けてあげて。任せろ。帰ってくるよね。ああ、絶対だ。じゃあ、行ってらっしゃい。うん。バレット。マリンは大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。わかってるよ。エアリスの救出だろ。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ線路を歩くか。今は非常事態だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ？裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って。コルネオか。注目！情報屋キリエの大スクープだよ。会社は今頃事件の対応で大忙しでしょ。キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピチピチの情報だよ。ほらほら、反死んだグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。その結果がこの大惨事。しかもウーサイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局、魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい？仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえ、ゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんて、もう誰も聞いてくれないよ。
なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。何があろうと阪神らの火は消さねえ。でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。昨晩発生しました7番プレート崩落事件に関する続報を伝えます。ここに嫌われてるのか。緊急対策本部の確認で崩落の原因は反侵略です。どこまで行ったんだろう。お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？子供たちの特徴は？多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな？はい、そうします。よろしくお願いします。どうかよろしくお願いします。クラウドさんですよね。いいところにいらっしゃいました。オーナーのサムから話は聞いています。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。それは大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。逃げたのは3羽、名前はカカ、ロロ、モモです。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。
家を整理してたらミュージックディスクがいっぱい出てきたの。よかったら1枚いかが？本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あん？クラウド？覚えてない。もうこれ以上は歩け。おいよクラウド、プレートの上に行く方法を知らないか？今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今神羅の懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。へえー。なっ、ダメ、それはダメ。戻るぞ。あんた、アバランチとも関わりがあったとはね。見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。これからどうしたらいいんでしょう。何もかも失ってしまいました。これからどうしたらいいんでしょう。元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。この曲じゃないみたい。みんな元気にはなってないね。
まだどんよりしてるね。みんな元気？まだどんよりしてるね。元気？まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてる。元気？まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてるね。みんな元気？まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてる。まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてる。まだどんよりしてるね。みんな元気？まだどんよりしてる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 ね。みんな元気？まだどんよりしてる。みんな元気？まだどんよりしてる。もう死ねて。
あれ、新羅兵どこ行った？クラウドさん、やはりご無事でこの状況を乗り越えられるような新たなマテリアを。クラウドさん、新たな仮説。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。
探す。今一歩力及びませんでしたね。ですが貴重なデータを得ら、今回の戦闘を分析して次こそはねじ伏せてください。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。必殺、パニック。
終わらせる。
始まるぞ。お見事でした。新たな興味深いデータが取れました。体制を整えてまた来てください。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。みんな兵がどんどん館に入ってきたけど何が起こる。本日も闘技場はいつも通り開催。ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。誰もいねえな。助けて。おーい、あー助けて。おーい、お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど、それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。
はな。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。準備はいいか？じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手強い奴が多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でも、あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。7番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。
負けるわけがねえ。バレットってば。